いきます。3、2、1、スタート。6、7、8、9、10。皆さんこんばんは、ロシア人です。 COTSC7.99 クソマープファイト準決勝戦2戦目、手羽先選手対アノイアン選手。こちらのゲーム見ていきます。今回は陣営が入れ替わって、手羽先選手が国防、アノイアン選手がアメリカになっています。ビーチアサルト2戦目。今ちょっと僕はカメラをバンカーの中にこう入れてるんですけれども、あ、いいですねこのバンカー。ちょっと山口さんも国防側のバンカーにこうなんとかカメラを突っ込むと、こう海岸沿いがいい感じに見えますよ。これいい景色。解説はオートゲオさん、カメラは山口静雄さんです。よろしくお願いします。忘れられたかと思いました僕ね、あ、忘れてたと思って。まあ1戦目はなんていうか南の大切さ感じましたね、このマップ。で学んだのか、手羽先選手南行きましたね。あー、なるほど、手羽先選手1戦目はもう南ガン虫だったのに、今度は南からパイを送ってきて、フォルクスも南行かせるということは、やっぱ南で完全に封殺されたのが痛かったっていうのが自身の経験の中であるんでしょうね。このクソマップ、あ、どうぞ。南行かないんかな。なんかパッと見すげえ重要そうに見えるんですけどね。わかんないですね。やっぱ真ん中を取りたくなるっていうのはあるかもしれないですね。やっぱこう真ん中ってのは右にも左にもつながると思いやすいというか、真ん中取ったら右も左もいけるだろうって思いますよね、大体常識的に。分断されてるんですけどね。そうそう、右も左もいけないっていうね、真ん中はそこら辺がね、そこら辺がこう普通ではないところだと思うんですけれども、マックスマップ。あ、ちょっと待って、え、これ繋がってんの、手羽先さん、手羽先選手。何が弾薬銃。え、うん、繋がってるよ。え、こんな細い、あ、そうか、これ横までグワーンとなってるから繋がんのか。何やこのマップ。あ、ジープ走ってきましたよ。アノイアン選手のジープが崖下まで来た。おお、なんか南側で車が走ってるとすごい新鮮。完全に水の中入ってるんですけど大丈夫ですかね。ジープが南側をスーッと走ってキャプチャーをしているパイオニアを見つけました。なんか今回の第2回クソマップ大会 7.99 クソマップ大会っていうのは、準々決勝戦までラウンド1からラウンド3まで全部 BO1 だったんですね。はい、なので、一本勝負、もう勝ったらそこで次、負けたら終わりっていう感じなので、もう一発ぶつけ本番だったんですけれども、準決勝戦から BO3 日本選手です。つまりなんで BO3 なんですか。え、いや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 、だってそんな優勝者とか3位とベスト4とか決めるんだから、たくさんゲームやった方がいいでしょ。いいでしょ、いいでしょ。そうですかね。そうなんです。BO3 なので少なくとも2戦、多ければ3戦もやることができるんですけれども、ベスト4に残った人たちというのはね。なので1戦目で学んだことというのを2戦目で生かすことができるんです。おお、やった、いいでしょ。あ、バイクも出た、バイクも出た。これバイクでも仕上げるんですかね。バイクどうなんでしょうね。バイクの残骸って、サイドカーしか残らないはずなんで、ちょっと難しいと思いますね。まあ、そうなんだ。うん、バイクがこう倒れたときに、サイドカーだけが残骸として残るのでね。あと、あれですね、国防相手にそれやっても残骸回収されちゃうんで意味なさそうですね。ああ、そういや、そうですね。うん。完全に対 PO ってことかな。そうですね。さあ、ジープがちょっと、MG に撃たれてダメージエンジン早い。ん、ここ逃げられない。おお、ジープダウン。これん、これちょっと邪魔なんじゃないのこの位置。大丈夫かな、歩兵がなんか通れなくなりそうな。さすがにこれは通れるでしょ。これは通れるかな。まだバイクは通れないのかな。これでも手羽先選手のこの MG の位置ってよく見たらすごいいいとこだというか、左からは絶対正面攻撃来ないわけですから、この位置にあれば左から行けないですよね。そうですね。あ、もう確か、バイク死んでる。バイク、あれ、バイクが死んで、もう一台バイクいました。手羽先選手もなんかちょっと不思議なオーダーしてますね。
あ、バイク2台か、これ。バイク2台いたみたいですよ。クリスチャン。そしてまた話を戻すと、手羽先選手のこの MG の位置っていうのは正面を向いてますけど、左からっていうのはもう完全に崖ですから、左から側面攻撃は絶対にありえない。かつ、右手側はもうフォルクスなんかで押さえればいいので、確かにこれ側面攻撃無理ですよ、ここ。崖のとこ入ろうとしたやつも撃てそうですよね。そうですね、今崖のところにライフルマンが1部隊行きましたが、あ、これは向きを変えたか、向きを変えた。ちょっと下がります、ちょっと下がります。撤退していたライフルマンを撃ってしまったので、その間に横へ入り込まれました。さあ、ノイアン選手うまく両方右翼左翼からライ SMG を囲む。またモーターし、またバイク死んだぞ。大丈夫か、手羽先選手。まあバイク難しいですからね。難しい上にこの残壕が絶対悪いんですよ。絶対思った通りに動かないから。残壕が悪いよ、残壕が、残壕が悪いよ。さあ MG は向きを変えて、やっ、ライフルこれ、あ、ライフルこれ変われないぞ。あ、なんか変な、なんか変な動きしてる。これ多分撤退路がフォルクスと MG で詰まってる。リトリートパスがおそらく直線で行けばここの残壕を通るパスだったはずなんだけれども、フォルクスと MG でそこが塞がれてしまって変われなくなった MG があっち行ってこっち行ってのを繰り返して今解けました。いやー、さすがですね。昨日なんですけれども、テイクアゲンさん、解説のテイクアゲンさんが大会の解説に先立って予習をしていたそうなんですね、はい、マップについて。おお、ベストについて、解説の鏡ですね。解説の鏡なんですけれども、ベスト、彼はベストの予習をする際に CPU 相手に細い橋、あそこを封鎖したらしいんですね。はい、そうしたらAI が狂ってしまって何もしなくなったんだって。何もしなくなった、何もしなくなった、なんか生産はするんだけど何もしなくなったんだって。キャプチャーもしないし何もしないんだって。つまりはおかしくなっちゃったんですよ、気が触れちゃったんですよ、 AI が。 AI すらも狂わせる、そう、 AI すらも狂わせる。今この残壕のそのライフルマンの動きっていうのも完全にもうあれは狂ってましたから、動きがもうね、おかしくなってるんですよ、頭が。頭がおかしくなってるんですよ、AI が。残壕の真ん中をワイヤーで塞いだ手羽先選手、ここちょっと MG 反応が遅れたか、うん、ちょっと打てない、打てないので下がります。あのイアン選手、このマップでさらにこうワイヤーなんかうまく使われると、さらに側面攻撃のルート狭くなっていくので、攻め時はなかなか難しい。これ、やっぱりこうなってしまうのかといった感じなんですが、国防がビーチの方を取ってアメリカがこう北の方を取るっていう構図、さっきと同じですね。そうですよね。これはあくまで僕の持論なんですが、いわゆるクソマップ、評判の悪いマップの特徴として、もう一つ何度も何度もなんか上げてる気がするんですよ、特徴をね、はい、何回も上げてる気がするんですけど、その一個のものとしてワンパターンっていうのは絶対上げられると思います。誰がどうやってもどういう形で、展開をしても必ず同じ展開になるという、必ず同じ形になるというクソマップの欠点みたいなところですよね。そうなんですよ、そこをついてくるっていうか。でなぜそうなるかといえば、そのプレイヤーのスタイルとか腕とかそういうものがマップにねじ曲げられてしまうっていう。僕自身はこういうスタイルでこういう風に攻めていきたくて、こういうテックで上げていきたいとかいうのを希望としては絶対あると思うんですけど、それがねマップの力に上がらないんですよ。上がれない話ですよね。もうマップに全てね主導権を奪われてしまって、マップの思うがままに自分がこう動かざるを得なくなる。おそらくこの2人もねそうなってるんです。今完全に南取らないといけませんからね。そう、南を取ることを強いられてしまって、もうなんかやりたいことをやれない、まず南取らなきゃいけない。もうこの2人はねこのビーチアサルトというマップにすでに支配されてるんですよ。これがクソマップの魔力ですか。魔力に取り憑かれています。 MG はお、これはなんとかヘビーカバーでエンジニアをおとりに使ってライフルマンが回り込むが、どうだ、ちょっとライフルマン自体は危ないぞ。 MP40が近づいていく、近づいていく。ライフ、これも MG は下がりません、下がりません。ライフルマンが耐えきれない、ライフルマンが耐えきれない。MG の粘り勝ちですね。 MG 粘り勝ち。あー、ライフルダウン。え、おお。ライフルがまたしても溶けてしまった。
やっぱりこれアメリカとしては攻めにくいのかな、このマップでしょうね。手羽先選手のアメリカにしろ、アノイアン選手のアメリカにしろ、なんか苦しそうですね。なんかあるんでしょうね。その苦しそうだというのはおそらくクスマップをやらされているというのが8割ここでジープがファースト2発食らってダウン。モーターもう出てるんですね。モーター2つですね。アノイアン選手はやっぱりこういう風に外から削っていかないとしんどいってことかもしれません。やっぱり MG の打開がものすごいきついんでしょうね。これエアボン、これ今これもうワンライフルしかいないんですね。なるほど、ライフルマンが少なくなりすぎてエアボンで補給するということでしょう。歩兵分を補充しないとキャプチャーもできないですからね。もう T3 行ってるんですね。あ、はい、すでに手羽先選手は T3 アップグレード終わって T3 建築終わっています。エアボンを落としたタイミングで T3 というのはかなり苦しいですね、アメリカは。さらにここで手羽先選手はネーベルベルファーから作ってきます。エアボンを落としたさらにモーターを2つ出している。歩兵中心のアノイアン選手ですから、ネーベルっていうのは天敵なわけですね。しかもエアーなので砲撃もないですから、ネーベルに対するカウンターありません。プーマなら落ちてくるエアボン殺せるんですけどね。プーマプッシュがね、謎のプーマプッシュがありますけれども、プーマも後から出せばいいですから。ここでグレネディアが一部隊再編成されます。歩兵がいないアノイアン選手に対して手羽先選手は歩兵が一部隊生まれるレベルで十分なユニットがいる。フォルクス2つにグレンが1つ、 MG2 つ。これはアメリカとしては苦しいな。よくマップの取り方みたいなのがさっきと同じ感じですもんね。展開としてもね、似たような形になってますね。誰がやってもこうなってしまうんでしょうか、このビーチアサルトというマップ。もう一つの対戦、 KIA 選手とリンキンパーク選手の対戦が、まだ同時に進んでいるんですけれども、その1戦目を終えた、リンキンパーク選手はこのマップは MG が死んでると二度とやるかこんなクソマップって言ってましたけれども。いや、そんなこと言ってましたね。なんかでも MG が死んでる感じはこれを見てるとしないんですけれども、また何かあるかもしれないですね、特別な何かが。違ったところを見たいですよね。まあでもリンキンパークさん選手の場合は、まあ、二度とやるかクソマップ、こんなクソマップっていうのはいつも言うので、捨てゼリフみたいなもんですからあんまり意味はないと思うんですけど、ただ MG が死んでるとは言ってましたね。あ、もしかしたらそれも捨てゼリフの可能性は、捨てゼリフの可能性もある。お、プーマ、あ、プーマ来ましたね。ここでプーマが出てくる。さらに歩兵が動きづらくなっていきます。アノイアンス選手、アメリカマップ大半国防が抑えて、ここは国防のドイツの領土だと、まあ、多分フランスなんですけど、ドイツの領土だということを主張していきます。アノイアン選手がエアボンを取っているのに対して手羽先選手はまだ選んでいません。選ぶ必要もないといったところかもしれませんね。モーター溶けちゃったか。これプーマが走ってきてモーターがダウン。ちょっとこれモーターを守ってやれないですね。そうですよね、広すぎますよね、ちょっと射角とか、モーターっていうのはボカージュの裏に隠れていたり、そういうことを、ね、すると思うんですけれども、そういうことをする使い方をするユニットなんですけれども、隠れるポイントがないのでこのマップはそもそも。MG が強いのにモーターを出せないという、出せないそれこれきついな。エアボーンもこうリコイルレスライフル撃っているか全く当たらない。おいや、スナイパー見ませんね。あー、スナイパー、こういうもうマップだと花から4Es4Edge スナイパーとか、そういういわゆるチーズ的なものもやったら効くかもしれないですね。まあクソマップでそれをやりたがる人はいませんけどね。まあどうだろう、いると思うな僕はいると思うな。でこそまさにキングオブクソにふさわしい人でしょう。そうですね、本当な、何ふさわしい、そういう人こそリオンをやってほしいですねリオンの道は開けています。手羽先選手ここでなんとか1敗を取り戻して勝って
リオンへの希望をつなぐか。最後のライフルマンが溶けちゃいましたね。溶けてしまったプーマが本当に縦横無尽に走り回っている。やはりプーマが正解ですね。プーマがかなり暴れ回っていて、その対抗策を作れないアノイアン選手、非常に苦しい。アノイアン選手もね、ここで勝てば2連勝でリオンへの道が開けるんですけれども、よくねあるじゃないですか、昔あったアメリカ横断ウルトラクイズ。あ、僕知らないんですけど。僕もね、あんまり見たわけじゃないんですけれども、結局あれの合言葉としてはアメリカに行きたいかと、ニューヨークへ行きたいかと、そういうことを聞くわけです。僕もね、この大会に参加した人にはこういうことをね語りかけたいと思う。お前らは本当にリオンに行きたいのか。リオンに行きたかったら勝ってみせろ。本当に行きたくてやってるんですかね。行きたいに決まってるでしょ。行きたいことを祈って。あ、でもただし決勝がリオンだっていうのは、大会当日に公開したので、そのことを知らずに、そうですね、2時間前ぐらいに、大会2時間前ぐらいに公開したので、知らずに参加した人っていうのは結構多いと思います。哀れな被害者ですね。さあ、もう HQ の目の前まで歩兵が詰めかけてくるんですけれども、これ MG バンカーの前に塹壕を組んで、ね、そうそう、塹壕が目の前にあるもんだから MG ネストが全然機能してないよ、これサプレスしてない。 MG だし、このマシンガンエンプレイスメントが全く意味をなしてないというか、サプレスしないんだけど、この人たち。結構壊されちゃいましたね、テラね。えメディックステーションは壊されました。これこの調子だと正面から MG ネスト壊されるんじゃないかってレベルでサプレスしないんですけど、サプレスしなさすぎじゃないですかこれ。あー、モーター決まった。帰ります帰ります。なんでこんな位置まで塹壕を置くんですかね。あらかじめ掘っておいたそうですね、あらかじめ。僕もあんまりそういう知識は詳しくないんですけど、塹壕っていうのはちゃんとこうあらかじめ ここで戦争になるだろうっていうポイントに掘っておくらしいんで。まあそりゃそうですよね、普通イギリス人みたくあんな早く掘れませんからね。このゲームのイギリス人はその場で掘りますけど、そんなことは無理ですから、ここもねちゃんと親切な人があらかじめ掘っておいてくれたところなので。掘った人は何考えてんですかね。まあ、これもう塹壕の目的に明らかにこう海に向かって掘ってますけどね、これ。あ、そっかそっか、もともとは海なんですよねこれ。そう、ビーチに向かってなんかねありそうな塹壕だから、まさかこの塹壕を挟んで戦いが起きるとはね思ってもなかったかもしれないですね。なるほど、エアボーンでなんとかこう粘ってはいますが、なかなかアノイアン選手としても、あれ、離婚、離婚が飛んできました。相手のこうユニットを確認したいということか。もうマップで弾薬10、15、弾薬20と石油が10、ここでアノイアン選手あかんと、ここでグッドゲーム投了。手羽先選手がなんとか1本取り戻してリオンへの道をつなぎ止めました。グッドゲーム GG。 これどうやってアメリカ勝つんですか。あ、思いっきり南側をライフルで最初固めちゃうしかないんじゃないですかね。南にもうその MG が置かれた瞬間きつくなるから、それを防ぐってことなんですかね。難しい。あるいは即 WSC。 WSC ありだと思いますね、早めの WSC はね。あ、ここのマップに限ってはありな気がする。手羽先選手が国防でアメリカをまた自分がやられたように封殺するといった形で1勝1敗。まだ続きますよ、まだ続きますよ。3戦目見ていきましょう。解説はオートゲロさん、カメラは山口静雄さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次行きましょう。さよなら。さよなら。